インターネットの皆さん、こんにちは。ひでたかでございます。今日はですね、歌手、作詞作曲、声優、ラジオパーソナリティ、そして執筆活動などマルチに活動されている桃井春子さんに、ヤクルトスワローズなんで好きになったのと話していただきました。そんな桃井春子さんは熱心な東京ヤクルトスワローズファンでして、好きになったきっかけとか好きなグッズとかですね、そういうのをですね、ひたすら熱く話してくださいってお願いしてみたらですね、なんと OK もらえちゃったんですよ。なので皆さんお楽しみください。きっかけまずね、教えていただいてよろしいですか。はい、きっかけなんですけど、はい、80年代です。多分ね、86年ぐらい。あ、まあ、鬼面組やってたあたりの時代ですねなんで鬼面組なん。そうですね、多分あんみつ姫とか鬼面組とかやってたあたりの時代なんですけど、ね、あの近所でお祭りがあったんですね、地域の。はい、夏祭り。そしたらそこにヤクルトの販売店の、なんていうの、ブースっていうの9マスになってるところにボールを投げて、あ、ストラックアウト的な、はい、あ、じゃなくてね、なんていうの、コリントゲームみたいな、もう死後でもう昭和なんですけど、9つになってるこうところ、はい、ちょっと斜めになってる手作りっぽい木の台みたいなところに 1,2,3,4 って書いてあったりして、で、そのそこにボールを投げるんですよ。それで止まったところの商品がもらえるっていう、なんかゲームをヤクルトを1個買うとできるっていうのやってて、1個そのなんか1パック、はい、で、それをやったら神宮球場の外野席のチケットが当たりましたってなって、じゃあ家族で行くかと言って、家族4人でですね、弟と両親と初めて神宮球場に1986年に行ったんですよね、確か。で、その時はああ面白かったなぐらいだったんですけど、その翌年ぐらいにもまたヤクルトの方からチケットもらって行ったら、その時ボブ・ホーナーがいた時で、1987年、ジェームズ・ロバート・ホーナーがいた時 で、はい、でホーナーがちょうど私たちが行った時にホームラン打ったんですよ。で、ホームラン打ったのがちょうど自分の外野席で見てた近くに着弾してこれはすげえってなって、で、あと当時も今もそうなんですけど、結構神宮球場の近くに行くと選手が歩いてたりするんですよ。歩いてますね。あ、隅藤尾選手だみたいな。で、こんな選手とか近いんだと思って。なるほど。そうで、あのホーナーとかも普通に帰るときタクシーで帰ってったりとかするのとか全然普通に見えるみたいな感じだったから、こんなになんか身近な感じなんだなと思って、でそれがちょうど夏休みに連れてってもらったんですけど、また行きたいってなって、で、その年はもうすごいいっぱい連れてってもらったんですよ。なるほど。小学生の時に完全にヤクルトファンになり、ヤクルトスワローズファンクラブに入り、まあ、あのグッズショップのレジのあたりがファンクラブだったんですけど、そこで子ども会員になって帽子と会員証をもらい、で、その会員証でも一回行ったらもう次からもうフリーパスで外野席小学生は入れるんでなるほど。それで行ってたっていうのがきっかけですね。桃井さん、山田哲人だなと思った時あるんですよねそんなトリプルスリーじゃないですよ私。山田って打撃に守備に走塁って3つの要素の掛け算でめちゃくちゃすごいじゃないですか。で、桃井さん歌われる、作詞作曲される、声優もされるって、複数の要素の掛け算山田じゃんっていつも思ってたんですね。ありがとうございます。そんな風に言っていただける。私はね、プロ野球観戦にすごい影響を受けてるっていうかね、例えば自分が作る曲もやっぱり野球の応援歌ってみんなでシュプレヒコールっていうか、みんなで歌うのがすごい楽しいから。そうですよね。そういうところに影響を受けて掛け声みたいなものを曲の中に入れるとかいうのって結構野球の要素なんですよ。合いの手入れたいとかね、分かる気がする。うん、なんとか倒せとか言うとちょっと気合入るじゃないですかありますね。まあ、あれやってる時ってすごい負けてる時が多い気がするんだけど、なんとか倒せの時。そういう意味だとシュプレヒコール的なあれとおたげってすごい似てるなと思いましたねまあ応援行為ですからね。そうですよ、なんか似てる。応援だから、応援する人のやっぱね、つまめ軍団の方もね、なんかすごいそのスキルとさ、はい、そのスワローズを応援するっていうことに関しての姿勢みたいなものは、はい、自分のライブとかやるにあたってそういうとこ影響を受けてる。場をね、ファンの方と一緒に作っていきたいから、それにはどういうふうにしようかなとか、うん、
音楽的にもちょっと野球の外野席の影響を受けてる。外野席の影響を受けてる。そう、神宮球場ライトスタンドの外椅子の頃からね、あの一個一個に席がなってないけど、みんなでやっぱりなんか声出すと楽しいよねみたいな、はい、ね、今なかなか声出せないけどね。僕小さい時外野席行ったことないんですよ。お父さんがバックネット裏しか連れてってくんなくてどういうすごい方針ですね。バックネット野球はバックネット裏で見るのが一番見やすいんだよみたいな。多分治安悪かったからかななんて思って、そうそう、治安は正直、治安っていうか、はい、柄は正直そんなベラメな感じ、ベラメな感じ、おー、なるほど、見売りとかいう感じですからね。聞かしちゃダメな感じですよね。いやでもね、タバコ吸ってよかったし。マジか。正直今のがいいっすよ。そうですよね。快適。あのでもその昭和のあのね、なんて言うんだろうな、やっぱりこう騒がしい感じ。騒がしいな。うん。応援がいわゆる許可応援団がどうとかってことなかったんで、鳴り物とかも全然規制がなかったんですね。じゃあみんな好き放題やってたんですか。好き放題やってました。うわ、フライパン持ってったりとか、あのね、はい、あの岡田団長もフライパン持ってたじゃないですか。団長のはよく聞いてますね、確かに、ね、いらっしゃいましたよ岡田団長も。なんか途中からいらっしゃるんですいつも。私はね、普通におもちゃの太鼓を結構いい音するんですけどトン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 みたいな、それ持って、なんかやったら母がね、ママ愛がね、はい、なんかすごい応援にすごくなんか乗り気で、はるこさんこの太鼓持ってったらいいわよとか言ってポン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 太鼓ね、なんか、あとね、紙吹雪を作っている人とか結構いて、紙吹雪をみんな、はい、その当時ホームラン打つとあのバーってやるんですよ。紙吹雪いいですね、はい、昔あの日ハムから中日に FA した大野翔太選手とか、あれ名護球でよく紙吹雪投げてたらしいですよ。よく見ると新聞紙なんですけど透明に見るとすごい綺麗なんですけど、はい、よく見ると新聞紙やって思ったんだけど、そういうのが楽しくなっちゃって、はい、でそういうのが面白かったんだと思うんですよね。いや、俺も見たかったですね。なんて内野席行くのはその、はい、ヤクルトさんに外野席のチケットもらうじゃないですか。アップゲイド。そしたら、はい、今でいうバックネット裏のなんかあのネバーストップじゃなくて進化だ、そう、進化進化、ネバーストップ去年の進化って書いてあるあたりに、うん、昔は外野席の入ったところになぜか内野席チケット切り替え場みたいのがありましたね。2000年代までありましたよねあれ。でそこで外野席がね自由席だから空いてなかったりとかする時あるんですよ、うん、行ってもで、ただ券で行ってそのヤクルトさんにもらった券で行って座りにくい、なんかすごいちょっと混んでるなとかいう時あったら、じゃあちょっとプラスしてアップグレードみたいなあの飛行機の、エコノミークラスからちょっとビジネスにするかみたいな感じで、ちょっとあれですね、プレミアムエコノミーみたいな感じでちょっとダイヤ B とかにするかみたいな感じで、そこで中で切り替えられるんですよ。あれは分かります。俺も何回も利用しました。あの今の梅雨時とかね、雨降ってる時に、すいませんちょっと屋根のあるとこしてくれませんって、私ね近年は双眼鏡派なんですよ。アイドルファン用語で言うと野鳥の会ってやつですね。双眼鏡持っていくと面白いですよ。敵味方どっちも表情も見えるし、ブルペンもよく見えるし、はい、どこからでも。なるほどな、うん、そういうのでベンチとかを見るとちょっとした普段知らないの見れていいですよね。三塁好きですね。あのね、三塁は一番ベンチの中見えるんですよ。怪我してないか大丈夫かとかさ。SNS で写真が上手い人がたくさんいて、あげてますね。愛情がすごい、愛情の感じる。プロカメラマンと抜き方が違うんですよね、抜いてるポイントが。ファンの目線の愛情を感じて面白いもんですね。でもやっぱね、プロの人ってミートする瞬間とかよく撮ってるよなとか、ね、とか思いますけど。わかります。本当にね、上手いですよね、チャンス逃さなくて。いかがでしたでしょうか。桃井さんも YouTube のチャンネルやられててですね、普段着の桃井春子
って名前のチャンネルを開設されてます。概要欄のところにリンク貼っときますので皆さんぜひポチってください。桃井さんはです、ね、毎週日曜日にですね声優の榎本さんとですねエモエモ 90s っていうですね90年代の楽しい話をいっぱい聞かせてくれる YouTube ライブやられてるんですね。ぜひ皆さんもそちら楽しまれてください。僕もねいつもね長風呂しながら聞いてます。毎週日曜日にはですね桃井春子さん FMNAC5 で深夜0時 The Works っていうですねラジオ番組をやられてます。日曜の夜は YouTube とラジオを続けて聞いてみてはいかがでしょうか。今回はですね前編中編後編の3つに分けて動画を公開させていただきます。中編ではですねテーマはねヤクルトはサブカルかとかさそんなのですね。まあなので皆様引き続きお楽しみください。